はい、皆さん、スタンプは集まっていますでしょうか。ナポリンピック2022も佳境に入ってまいりましたが、今日はギャラリーカフェジュノーさんにお邪魔したいと思います。それではどんなナポリタンが出るか行ってみましょう。ジュノーさんは前回のナポリンピックも出場いただいてるんですけど、今回も2年連続で出ていただいたということなんですけど、こだわりのナポリタンということで、どんなところがこだわりでしょうか。そうですね、やっぱり地元の食材ということを言われてたので、そのまま維持して、で、まあ、味はちょっとこうスープっぽかったので少し濃くしたり、こっちはもともとあったのでナポリタンのランチが、ただ月替わりにいろんなランチがあるので順番だったんですけど、今回ナポリタンのこの習慣はずっとしてます。ありがとうございます、はい、このナポリタンの特徴を聞かせていただいていいでしょうか。はい、まあ、一番大きな特徴はフレッシュトマトですね。もうふんだんに入れてて、これはトマト自信作です。なんか朝取れたての、はい、取れたてを持ってくるので、はい、でおまけに他の野菜も、はい、まあ境で取れたというか、地産地消そうです、はい、L サイズにもこれできるんですよね。そうです、はい、やっぱこれだけ食べるとどうしても食後にあっさりとしたいことでドリンク欲しくなると思うんですけど、200円でつきます。でラテだけは250円でつきます。でさらにまだ物足りない人は、女性の方はね、そうです、こちらが別腹で、はい、セットすることができます。はい、はい、それではいただきます。やっぱりこのトマトものすごく新鮮で、うん、もうちょっと歯ごたえもあるぐらいシャキシャキしてて美味しい、はい、ありがとうございます。この卵とソースが絡まって、うん、本当クリーミーに美味しいです。ナポリンピックIN堺で2022絶賛開催中です。皆さんナポリタンを食べて、スタンプラリーを、回っていただいて豪華商品をゲットしてください。それでは皆さん、ぜひギャラリーカフェジュノーに来てください。